なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。おーおーおー、あー他の人もいたけど脱出したのはこの人だけってこと。やばいやばいやばい、皆さんこんにちは、フロマスクです。今回はですね、2月19日本当今日ですね、今日配信、アーリーアクセス版として配信されたこちらのソラスプロジェクトというゲームに挑戦していきたいと思います。はい、こちらなんですが、一応ソラスっていうのがラテン語でなんか一人とか、一人かな、なんかそういう意味合いがあって、まあ一人でのプロジェクト、ミッションを、宇宙空間か、宇宙空間でのミッションをなんかやっていくサバイバルゲームなのかな、なんかアドベンチャー要素もあるみたいなんですが、とりあえず今のところシングルのみの対応のゲームになっているみたいです。まあ、見ての通り SF ものっぽい感じはしますよね。で、まだこちらアーリーアクセス版ということで、前編は収録されてないのかな？今後、全部のストーリーというか、まあストーリーものかどうかもちょっとまだわかんないんですが、それが追加されていくみたいです。まあとりあえず実際にゲームの方をやっていきましょう。ニューゲーム。あ、スロットは全部で5個ある。はい、ニューゲームいきましょう。おー、結構グラフィックが綺麗な感じがするんですよね。2115年。で、こちら、もちろんのこと、全編英語です。ロースビースタートラベリングトワードアーソーラシステム。あー、だいぶ文明が進んでるってことですね。ジャイアントコロニーシップが1000個以上？プルートって何でしたっけ、冥王星だかどっちだか忘れちゃったけど、アースは壊れちゃったんだ。1151年に壊れる。あー、地球移住計画的な感じなのかな、これパッと今読んだ感じ。1151年までに移住先を見つけろ的な感じなのかな。15年後。おお、キリース、どっかの惑星に到着したみたいですね。15年後計画から。おお、地球みたいな、これ地球じゃないの。おお、なんか映画の始まりみたいな感じですね。あ、すごいすごい、 SF 映画っぽいですね、スタートが。これ一人しか乗ってないの？仲間とかいないんですかね？あ、なんか光ってた今。ん？なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。おーおーおー、攻撃された？脱出スポットだ。おお、あ、すごい綺麗。ワンちゃんの絵が、ワンちゃんの絵が飾ってある。スタート、あ、スタートしてる。ファーザー、ジュリー、can you hear me? やばい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 、音ちょっとでかいな。 Where is everyone? Did anyone make it to the drop pods? あー、他の人もいたけど脱出したのはこの人だけってこと。やばい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 、あー、やばいやばいやばい、やばそうやばそう。どうなった、他にもいたんでしょうね、あんだけでかい船だから。だけどさっきの攻撃かなんかわかんないですけど、あれで一人になっちゃった感じですよね。おお、ローディングか。ローディング早いな。お、開いた開いた。
すごい綺麗ですね。あれはなんか残骸かな。うわー、すごい。わー、残骸がめちゃくちゃ綺麗ですね。おっと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 、ないないない、落ちちゃった。ちょっと音量下げましょうね。はてな。あー、なんかメーターみたいのがあるな。ん？何これ、難易度センターが出てきた。イージーニードです。あー、リソースがいらない。ほとんどあれか、クリエイティブモードみたいなもんか。ノーマルでしょ。ああ、もうサバイバルですね。ここでサバイバルしていくんだ。とりあえずこれっぽいですね。足が動く。はい。なんだこれ。メーター的なもんか。おお、すごい。なんか出てきた。ああ、寝る時間、体力。気温、カロリーかな、これ。うわー、サバイバル系ですね、完全に。It's out of range。あー、本線から遠ざかっちゃったってことですね。これどうやって出すんだ？トーチがなんちゃらって書いてあったな。水の量、カロリー。気温、湿度かな、パーセンテージは。はー。あ、体温と外気温か。風速まで出てる。結構細かそうですね、設定が。敵とかいんのか、これ。今日早速なんかこの石が、あれっぽいですけどね。あ、はてな。スキャニング、ロック。ピックアップ。ロック。これで？あ、落とすんじゃなくて、これで、おー、あ、石を石で叩いて、はあ、はあ、シャープロックになった。そういうことか。なんかインベントリーとかあんのこれ。インベントリー12個しかない。シャープロック、あー、サバイバルものですね、完全にこれ。お、なんかある。あ、これも、あ、なるほど。シャープロックで、じゃあケーブル、はい。ん？ステータスが B、 スリープが B、 オブジェクティブが O。 なんだそりゃ。なるほど、急になんか出てきたな。はあ、ああ、これでよく見れるってことか。全部覚えられないぞこれ。はあ、普通に、あ、コントロールでコーチング、ジャンプもできるみたいですね。おお、これはちょっと面白そうだぞ。ちょっとしゃがんでから行きましょうか。お、なんかある。早速、狭い。お、いっぱい落ちてますね。あ、ウォーターだ。これ重要でしょう。これバッテリー？フード缶。あ、やった。はー、勇気は前のビフォーコンディションを。っていうふうに書いてあるってことか。ああ、ヒート。Find a place, take shelter. How do you do this? First few hours in the... なるほど。早くシェルター作って確保しろってことか。Stay dry, sleep well, and protect yourself. Drink... あー、嵐から。嵐になんのこれ。天候も変わるの。Please follow survival training. サバイバートレーニング。It's
all up in flames. I need to last long enough to report something back to Prolus Command. Better have a look around and see if anything or anyone survived. Never give up hope. なんなのこの、なんか音がしてんな。前へ進めて、あ、でも結構ある。これ木とかでボックス作んないとすぐ埋まっちゃう。あー、クリエイトはトーチ。一応シャープな持ってるんです。あ、これか、メタル。パイプを使って、組み合わせろって書いてありましたね。フード化。あ、食べた。食べちゃった。いいのかな。作りたいですね。わあ、燃えてる燃えてる。あー、冷たかったら熱かったりする。まだエンジン燃えてますね、これ。これ大丈夫なの？近づいといて。中入れって言ってるけど。中で、あ、なんかある。オイル、あ、オイルあった。レア。これオイルですね。これと、何を使えばいいんだろう。マテリアル。もう一回。作り方、クラフトがちょっと難しいな。まあいいや、とりあえず進んでみよう。ファインドアプレイス2テイクアシェルター。あー、ここはシェルターってこと。あ、これか。キャンビーカット。あー、なるほど。これを石でカットして、メイキングアトーチ。はい。クラフティング。おー、こういう風に出てくるんだ。で？うわうわ、もう水がないの？早いな、水。水あっという間になくらいますね、これ。どれだ？これで、ここで多分火つけれるんでしょう。これか。はいはいはい。来た来た来た。オイルをつけて、燃やすんでしょう、これ。あ、燃えた燃えた燃えた。あ、すごいこれ。またなんか近未来のトーチの作り方ですね。これどんぐらい燃えてるんだろうか。水とかも確保したいですけどね。なんかいろいろありそう。これでいけんのかな。すごい斬新なクラフトだなこれ。近未来のトーチだ。未来型トーチですね。やばいな、水分すごい減るの早い。あー、これも、これ一度外すとダメなのかな。これは拾っときたいな。あー、何これ、何なのこれ。なんかどんどんできるようになるんだ。あ、火種を起こせるの、こういう風な感じで。あ、で、松明はいつでも出せる感じか。あー、水がある。やった。これ水が常にここで確保できるってことか。コップに入れたいですね、ボトルに。ウォーターに、ボトルオブウォーターってもう、なるほど。水はじゃあ大丈夫なの。何これ、
都合のいいところにいいやつがありますね。あ、これずっと燃えたままだ。ファイヤー、とりあえずここで暮らしていけるな。でどうすればいいんだ。トワードベクター、あ、なんかある。プラント、あー、フードか。これ食べたの？これ焚き火ですよね、完全に。よくわかんないな。焚き火の作り方を教えてくれたのかな。あ、次のとこがある。とりあえずしばらくはチュートリアルに従っていこう。ロケートパイプユースツーアトーチ。ああ、もうでもトーチ。トーチは手に入れたんだけどな。ああ、教えてくれたんですね、ちゃんと。ああ、もうトーチはでも手に入れましたよ。もういらないんですけど、正直。炎も出したし。これで、ああ、っていうか夜になってきてる。あとはどうすればいいんだ、これ。脱出すればいいのかな。でもこんだけ壊れちゃったらどうしようもないですよね。これ絶対生き物もいるでしょ。うわー、すーごい。なんかめちゃくちゃ綺麗ですね。ボトルとか水あって、あとはご飯か。ちょっと探索探索で、夜は寝ないとダメみたいな感じですよね。11時間で寝ろって書いてある。ドラム缶とかがあんな。アンモナイト、これ生き物いますよね絶対これ。なんか音がしてんな。この鉄パイプはどうしようもないの。あ、ボトルだ。アイテムとか置いときたいですね、できれば。あー、フードか。フードがちょっとカロリーが減ってきてる。やばいな。なんかあるぞ。フライトレコーダー。お、これ重要アイテムでしょ。ああ、こういう系を拾ってけってこと？なんか 4% はない、これ。迷いそう。ちょっと待って。松明の耐久値があるかどうかよくわかんないな。はい。ああ、お腹減ってきてるって言ってんな。ご飯食べるか。ご飯が少ないですね、ちょっと。あー、投げちゃった。食べ方がいまいち分かってない。あれ、食べ方は、あー、落として石でやる感じか。あー、はいはいはい、分かった分かった分かった。お腹が減っちゃってるんですね。はい、食べた。空き缶もなんか使えるでしょう。あれ？全然。食べた？ああ、そういうことか。あ、開けたやつをこうやって食べるんだ。間違えてたな。とりあえずご飯はオッケー。あ、いっぱいあるじゃないですか、ここに。インベントリーフォー。インベントリーフォー。いっぱいになっちゃった、やっぱり。とりあえず寝ようかな。中にクラフトボックスみたいなの作れない。木とかで作れそうですけどね。
クラフトボックスというか収納箱は欲しいな。でも作れそうなものがないぞ。エンプティーボトル、あーこれで水か。入れた。やばいな。でもこれ食料不足で死んじゃいますよね、どう考えても。ちょっと寒い、マイナスになってる。これ焚き火で温まっとけばいいのかな。げ、寒い。これ寒いぞ。ちょっと待って、あーこうもっと集めなきゃな。寒い。これでやって、あなんか出てたな今。なるほど、クラフトは燃やすしかないな今。こっち側のもちょっと寒くて死んじゃうなこれ多分。こんなに近づいてるの、もうちょっと近づいた方がいい。あーほら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 燃えちゃったやっぱり。あ寝れば体力回復する。寝ようかな。じゃあヘルスが14減った、最悪ですね。あー寝ればセーブができる。寝よう。うわ出たー、時間方式か。まあ6時間寝ようかな。ん？なんで？ああ座ってるからか。これで寝れるから。寒そうだけど死んじゃわないこれ。目が閉じた、スリーピング。これ死んじゃう、もしかして。寒そうですけどね相当。おお、なんか血が、あカロリーが、嘘でしょ。何それ、カロリーが全然足りない。そんなバカなって感じですね。しかも寒がってるし、回復してないし。やばい、ちょっと寒がってる寒がってる。いっぱい寝たのに逆に下がっちゃったな体力。あ体力は空いてんのか。クラフトが独特だから分かんなくなりそうだなこれ。あー日が出てるうちになんかしなきゃダメだなこれ。どこ行こうかな、場所がこっち側かな。多分ステータスは今大丈夫ですよね。寝る時間もだから14時間以内寝ればいいってことか。あすごいなこれ、ハイテクだな、いろいろ出てくる。ご飯がなんか食べるものがないですよね。何が食べれるか分かんないな。うわ何これ、あっあっあっ。気持ち悪い、何これ。